MG 小太郎とエール正の笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どんな感じでいきますか、ね、今日はね、はい、あの僕の友人がね、ブルガリアのツアーをやってるのね、はい、でブルガリアのツアーでスパっていうのがあるんだって。まあ、エステみたいなね、はいはいはい、でスパで、うん、例えば、うん、そのブルガリアだとね、うん、女性の人には男性が施術するんだって、うん、あ、そうなんですか。で男性の人には女性が施術する。決まってるんですね。うん、で普通日本の人ってさ、はい、女性はさ、うん、男の人に触ってほしくないみたいなのあるじゃない。まあありますよね。で、うんうん、でそのブルガリアツアーに参加する日本人も、うん、スパには参加するけど、うん、そういう整体というかね、うん、施術は、はいはい、その、はいはい、女性の人にやってくださいって言われるんだけど、はいはい、多くの日本人が男性じゃなくて女性にやってくださいって言うらしいんだけど、うんうん、彼らは僕、はいはい、ブルガリアの現地の人たちはえ、なんでってなるらしい。あ、そうなんですね、うん、びっくりみたいな、うん、まあ、確かに そっちではそう逆そう思ってるわけですよね。男性には女性、うん、女性には男性。そもそも、はい、その施術っていうのは男女間のエネルギー交流で整っていくものだから、そうなんだ。その男女じゃなくて女その、はいはい、その男女の陰陽でエネルギーを回していくものだから、はいはい、男性には女性がやるし女性には男性がするっていうのがもう完全にスタンダードなのに、女性の人はたちは、日本人はね、はいはい、どうして女性を依頼するのってもうすごいね疑問がられるの。なるほどね、うん、そうか、そこの基準から考えると不思議な感じがしますね、うん、確かに。でそれってその結構、うん、その男女間 の、うん、そのエネルギー交換っていう視点で、はいはい、が抜け落ちてるじゃない。な、まあ、一番結構コアな部分なわけですね、うん、その施術においては、うん、確かに抜けてましたね。で、はい、その最近ね、うん、大嘗祭っていうのが行われて、うんうん、はいはい、テレビでも話題でしたけど、ね、天皇陛下はね、うん、その陛下天皇になった年に唯一生涯で1回しかやらない、うんうん、その要はアマテラスの霊と一つになる儀式、うん、なるほど、神と一つになる、うん、はい、神様と一つになる儀式、うん、これがまあ大嘗祭なわけですね、はい、で五十音セラピーというね、うん、名言なぞり書き五十音セラピーという本を僕は言霊先生の教師の山下博先生と一緒に書いたんだけど、はいはい、山下先生は、うん、僕らも大嘗祭をしなきゃいけないって言ったんですよ、うん、なるほど、うん、その天皇陛下だけではなくて、うん、日本人というか国民もってことですね、うん、はいはい、あ、そうなんですね。そうそうそう、でその、はいはい、僕らの大嘗祭は何かって言ったら、うん、陰と陽の統合だって言うんですよ。なるほど、うん、自分の中の男性性と女性性の統合であり、そのパートナーとの統合であり、まあ、要は一言で言うならば男性性のエネルギーと女性性の、ね、うん、エネルギーをちゃんと循環させて自分の中で気を巡らせていく。なるほど、うん、深いですね。これね、大嘗祭を僕らもしなきゃいけない。うん、そうだったんですね。だからブルガリアさん、ブルガリアさん、誰誰ブルガリアではもう、はい、それがスタンダードですね。男女間のね、うん、エネルギーを、まあ、気を回すって男で、うん、まあ、プラスとマイナスでその巡っていくじゃない。そうですね、確かにエネルギーっていうのはそうですね、うん、この視点がね、うん、すごくね、うん、今日本足りないんじゃないかな、ね、確かにそうかもしれないですね。もうすごい憂えてるね。憂えてる、憂えてる、なかなか言葉で憂えてるっていう人あんまり聞いたことないですけどね。憂えてる、文章でしか見たことないけど、うん、憂えてるっていう人はね、まあ、そっか、憂いを感じるわけですね、うん、今翡翠小太郎、MG 小太郎は。そうそうそう、で、はい、そのね、うん、男女間の気を巡らせるのって、うん、その、うん、これはね、整体師の、うん、そのまさくんもよく知ってる沖縄のね、整体師の、はい、おかか、はいはいはい、まあ、翡翠塾にも通ってくれてたね、整体師のおかかから聞いたんだけど、うん、男女間の、うん、そのパートナーシップでエネルギー回す簡単な方法があるんです。あ、そうなんですね、うん、確かにパートナーシップをね、テーマにしてやってますもんね、うん、おかかは、はい、これ、はい、だから簡単にできる大嘗祭。なるほどね、うん、日常でできる、うん、なるほど、それは知りたい。今日めっちゃ知りたいです。めっちゃ知りたい、憂いてる人にはね、もう知りたいです、朗報ですね、もう知りたい、うん、教えてあげてほしいです。知りたい、俺知りたい、私やんない、誰が知ってるの。今電話するじゃん、もう本当にもうこのまた生電話になってるけど、これね、はい、めちゃくちゃやってほしい。やってほしい、おすすめ、おすすめの何ですかね。彼女の瞳を、うん、はい、
優しく見で彼女も彼の瞳を優しく見なるほどつまり、はい、見つめ合ってる時に、うん、男女間のエネルギーってすごい交流するんだなるほどね、うん、目で伝わるものというか、うん、言葉と超えてもちろん触れ合うね、うん、ことでも簡単に、うん、男女エネルギー交流してくるけど、はいはい、あの江原さんもね、うん、あのオーラの泉の、うん、江原さんはいはいだと思います、うん、江原さんスピリチュアルのね会のあの手をつなぐだけでもオーラが融合するって言ってるけ ど,、うん、なるほどその瞳をね優しくお互いに見つめ合うだけでもね、うん、男女間のエネルギーってすごくね、うん、融合するらしいんだね目で伝わるものってすごくありますもんね、うん、確かに言葉を超えるというかねそうそうそう言葉を言っても目が会ってなかったら伝わらなかったりもするし、うんうん、確かに確かに見つめ合う、うん、それはもう時間は何秒とかあるんですかねなんか特に目安はないですかね目安はね、うん、8秒8秒あいやいいね簡単で意外とでも8秒見つめ合うって意識したら結構長く感じるかもしれないですね、うん、秒数は8秒8秒なんですか、うん、すっごい早いですね、うん、もうちょっとエネルギーすげえ回ったな、まあ、これはね、はい、おかかが整体師のおかかが言ってるわけじゃなくて、うんはいはい、俺が8秒ぐらいかなと思っただけなんで適当に見繕ったあまり信憑なさそうですねこんなもんかなだいぶ違うと思う8秒ではなさそうですねまあでもね、その、はい、なるほど、まあ見つめ合うっていうぐらいだとね、うん、なんか30秒ぐらいだとか、うん、だから、はい、なんかあの、うん、マッサージをね、し合うとか、はいはいうん、まあハグとかね、うん、握手したりとか瞳を優しくね、うん、見るとかっていうことを、はい、まず男女間のね、うんまあ、エネルギーの循環として、うん、今日はねその、はいはい、グリーンズとしては提唱していきたい、ね、提唱していきたいですね大詳細ですもんね、うん、これがいわゆる日本、うん、日本全体の、はい、いいですねありがとうございますこれやっていきたいですね、はい、今日はね、はいはい、今日本に最も必要な話なるほど素晴らしいですね自分で言いましたね自分でまあでもそれが言ったら大城祭なわけですもんねそれは必要なことですよねそうですあの、はい、です男女間の、はい、だって男女間のさ、はいはい輪が結ばれたらさ、あっという間に平和になっちゃうよ。そうです。翡翠さん前おっしゃってくれた、日本はイザナギとイザナミがあれですもんね。うん、そのパートナーシップが日本の全体を調和してるわけですね。そう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 。はい、その話です、うん。やっぱりパートナーっていうのは。そう、これね、はい、神社って結界があって、うん、で僕ら沖縄の普天間直弘先生とよくツアーするんだけど。うんはいはい結界テストっていうのがある結界テストちゃんとパワースポットで結界に気づいたって、ね、ここ結界気づいたってなるほどもうスチェックされるよくチェックされてるイメージありますなんかそうそう俺いつも外れないよかった当たってほしくないって気持ちもあったちょっといつも外れちゃうなるほどで、はい、優等生のオザリンがね、はい、オザリンっていう、はい、よく参加してくださる方が、はい裏技を教えてくれて結界を見破る。よかったですね。神社とかで左右対称なものがあったら、はい、ほぼ結界ですから。わかりやすいですね、意外と。そう鳥居とか、ね、大きい木がちょうど右左にあったりするの。ありますね。あとその灯籠が右左にあったり、狛、うん、犬とか。そうそう、狛犬が右左にあったり、うん、左右対称に同じものがあったら、うん、そこに大体結界って、うん、そこからさらにエネルギーが深まるっていうところに、結界、その左右対称に置いとくから、翡翠さん、そこ見て左右対称があったって言ったら、うんはいはい、あ結界ですねって分かる白々しくねそうそう俺知ってる感が出てますけどあのちょっと分かりやすい答えだったんですよ僕の先、はい、結界来てますねって言えばさらっとね当たりますからテストであの一応ねあの、はいはい、裏技教えて裏技ってかもうほぼ正解裏技も何も表に出てますけどねすごい分かりやすかったんですねやっぱり結界聞いてたらさあの結界テストってされることか分かんない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 F先生の前でしかなかったんですね僕は今のところないですけど知っておいてよかった時にやっぱりあの、はい、結界知らなかったことでなるほど今カップルが分かれてるんでベスト3が結界知らなかったっていうのがあそうなのこんな人と付き合えないっていうあなるほどそんなありえないと思うでしょそれ昭和っ子昭和っ子あ本当平成令和は違うんですか平成っ子たちはもう結界で、はいはい、何組も分かれてる平成っ子すごいね先生結界は、この子価値観の違いじゃなくて、結界分かってないの結界の違いみたいで、キモキモそんなにそんな、しかも左右対称で分かりやすいのに。難しいね、結界って。なかなか難しいですね。今、そういうパートナーシップなんですか。そう。今ね、大事じゃないですか。平成っ子たちそうなってるから。そういう話でも、まあ今日は、ね。また結界で分かっちゃったのみたいな。そうそうそう。また同じこと繰り返しちゃったよね。その、はい、結界がね、どういう時が結界なのかって、はい。あ、で、その、そんな話したいの
った。じゃあ、終わりそうだったけど、全然、まあ、次にしましょう。長くなったって話。そんな話したかったわけじゃなくて、はい、パートナーシップですよ。日本のね、うん、結界は、うん、その、いろいろ神社にいろいろ結界あられてるけど、うん、日本のに領土っていうのは、うん、日本領土全体は、うん、神話の中のね、うん、あの、イザナギとイザナミっていう夫婦間のパートナーシップで、うんうん、結界を張られてるってね。なるほどね。神社チャンネルの母ひかるさんから ね、うん、ね、コラボした時に教わってね、はい、うん、その男女のパートナーシップで、うん、日本は結界守られてるって、ね、男女のその、ね、まぐわいの国なんですよ。ね、美しいですね、うん、結ぶ国ですね、まぐわいですごくね、はい、あ、そんな美しい結界が ね、うん、ね、守られてるんだっていう ね、それは昔からね、それが、うん、美しいですね。まずはね、はい、異性の目を、はい、瞳を優しく見るというところから始めよう。なるほど、8秒以上ですね、推奨は。8秒結構長いから、ね、結構 やってみると長いですよね、8秒って多分。8秒以上できたら、はい、ありがとうございます。というわけで、MG ことエールマサド笑う角にはクリーンズ、ありがとうございました。ありがとうございます。